皆さんこんにちは、もちこでーす。ポピッピでーす。今日は盆休みに来ております。ここはね、ゆるキャンで紹介された場所となっていて、こちらに主人公の妻りんちゃんがおります。かわいいです。そして今日はくらちゃんも一緒です。それから動画島の遊歩道を歩いてみたいと思います。それでは行ってみよう。そういう声がある。私たちで困るよ。おお、出た。幻想道。幻想道。あ、穴の周りをぐるっと一周できる。うん、形になるのかな。だね。もう穴の、あ、穴だった。穴の上。全然気づかなかった。もう穴だった。そう。でもカードで全然わかんないね。確かに上に来るのね。ね、全然意味がよくわかんない。じゃあ結構上に来るね。確かになんか感動がちょっと薄れちゃう。へーみたいな。真っ暗だけどみたいな。船に乗ったらすごい海がキラキラ。よかったな。穴がちっちゃい。いいと思って。すごい大きい。こんな感じで上から見た水槽堂は真っ暗でした。引きが強いです。最初落ち着いてください。階段を駆け上がってきたらすごい絶景スポットがございました。ご覧ください。さっき遊覧船で通ってきたいわゆる象島からの遊歩道ですが、もう大事な一応。このあそこに本当だったら道がねできるはずなんですけど、それを本物現象と言います。で、本当ここですね、ここどれぐらいだろう、2時間ぐらいかな、道ができてこの象島っていうところに渡れるようになるんですけど、あっという間に潮が満ちてさっき遊覧船で通った時はもうちょっとあったんですけど、そう、もうだいぶ歩けない感じになってます。で、ここもゆるキャンで紹介されてて、みんなでこうちょっと道ができてるから渡ろうよっつってこう靴を脱いでね渡ったところになります。ダメよ。で、このトンボロっていう、ね、ゆるキャンでも出てきたんですけど、焼きそばが、美味しい焼きそばがあるよみたいな感じで連れてこられちゃったけど、本当はあの現象のことを言うっていう下りがありましたね。
UFO の展望広場へやってきました。ここに登ると見える景色はこんな感じです。ここは伊豆の松島と呼ばれているみたいです。でこれなんていうの、浮石浮石室魚海岸ちゃんないかな。魚海岸が海水で浸食され断崖となって海よりすすり立っています。その様が日本三景の一つである、陸奥かっこ現在宮城県の松島に匹敵するくらい綺麗ってことかな。おから伊豆の松島と呼ばれているそうです。なるほど、すごい景色ですね。本当かすごいね、そのか虫が完全になくなってしまったの。本当だ、もう綺麗だね。おお、船だ。遊覧船か。行ってらっしゃい。渡った先に何かある？渡った先には何もなかった。島に渡れるだけ。もう行ったらいい。これが気になるね。何だろう。それは。おお、すごい。これが遊覧船のやつを見てた絶壁のところ。おお。結構急だよ。昭和天皇陛下給食のやつ。あれが亀石です。あ、亀岩です。亀に見えるから。でもどう見たら亀？あれが顔？頭、首に。わあ。いやー、柵あったけど撮ったね、絶対撮ったね。これで海にピンチピンいいんじゃん。違うの、そうじゃなくて、ごめんね違うの。何だよ。おー、何
そこは海だから。危ないです。
感じで、私たちの方がついていくの大変でした。ふうちゃん階段登るのもビビっていたのに、今はもうロッククライミングもできるようになってびっくりです。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぼっちインスタ。